お、700円しかも1000番台本日は臨時急行列車富士山トレイン371号にご乗車いただき誠にありがとうございます。この列車は全車指定席の5連覇行きです。車内のご案内をいたします。この列車は7両編成です。前から7号車、6号車の順で一番後ろが1号車です。グリーン車は中ほど3号車と4号車の2階席です。お手洗いのある車両は2号車と6号車です。停車位置と到着時刻のご案内をいたします。次の清水には4分の到着です。9時31分、スバル9時55、終点5電話には10時33分に到着いたします。ただいまから5電話市の観光イメージガール藤娘が富士山観光パンフレットなどを持って車内にお伺いいたします。ご希望のお客様は声をおかけください。富士山トレイン371号の旅をお楽しみください。この小杉町からさ、車両ってみるのはさ、静岡営業行きたいから帰りに来ない。楽しかったよ、私も行った時も初めてだった時に。キャンペーンがないから。シムキャンペーンしかないよ。シムキャンペーンしかないよ。ペンギンバス。
ペンガス。あれ静岡ですね。ペンガス。今やっぱ静岡かな。静岡の方が、経営だとかがこっちが、ペンギンバスなんそれペンギンバスってバス会社の名前がスロップのペンギンバス。で、なんか一応ペンギンバスの名称で、これはカッコ、大手観光って。そう。ジムだってさ、東静岡駅の通りさ、新清水駅みたいな、清水が通るの草薙は近いでしょ。うん、土手に乗らない限り乗らないから。まもなく清水です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。Thank you.